アクアティクスセンター、こういう感じの外観になってます。火曜日の練習終わりました。土曜日にケア受けたんでまだちょっと体緩いかなっていう感じなんですけど、まあ、これから土曜日に向かってちょっとずつ締めていければいいかなと思います。まあ、今日は自分のレースはないのでカメラ大きいやつ持ってきてて、でもレースしてる友人とか先輩とか先輩のお子さんとか写真撮って送っていくっていう作業をねずっとやってます。まあ、去年が選手権出れなくて、まあ、今年2年ぶりに出てみて、なんかいろんな人たちがね温かく迎えてくれて、あの浩平さんとかなんか練習やってる時に飛び込みのところ動画撮っといてチラッと見せてくれたりとかありがとうございますっていう感じですね。5時53分今日は水曜日なんで朝水分です。働く大人の日本働く大人の日本選手権はね、あの仕事も普通に間に入ってくるんで、はい、今日は1日違うな、仕事とジムの日ですね。はい、ありがとうございます。仕事です。東京体育館でマンツーマン指導ですね。ドリームコーチングです。今日は木曜日。練習トレーニングはオフです。このまま9時15分ぐらいで仕事して、明日が会場練習です。2回目はね。はい。どうも皆さん、おはこんばんちは、そうです。えっ、おー、待ってくれおはようございます。今日がレース当日です。ヒゲを剃りました。どうですかねって何って感じですけど、37、今年38歳になる人の割には割と肌綺麗な方なんじゃないかなと、はい、思っておりますけれどもまあのおじさんの肌の綺麗さなんてみんな興味ないかはい、というわけで会場移動してレースです。はい、精一杯今やれるだけやっていきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。終わりました。23秒54ですね。自己ベストプラス 0.55 です。まあ、正直23秒3は出せるんじゃないかなって思ってたんですけど、遅かったですね。40メーターぐらいで結構しんどくなってきてしまって、はい、まあ、長水路のレース経験がちょっと少なすぎるかなっていう感じでした。なのでちょっとペース配分ミスみたいなところもあったりとかして、で泳ぎの方は泳ぎの方でちょっとタイミングをまた少しいじっていて、その途中だったんですけど、
その狙ったタイミングでは泳げたんですけど、まあ、その分ちょっと泳ぎ全体がバタついてしまったっていうのは、まあ、正直あったかなって思います。はい、まあ、反省点だらけ、はい、あとは肉体的な強さも足りないところだらけなので、それを今後どう補っていくかっていうところがポイントになってくるかなと思います。というわけで僕の競泳日本選手権はこれにて終了です。あとは、まあ、頼まれてる人の写真撮ったりして、はい、一応今日は最後まで見て悔しさをかみしめながら見届けて帰ろうと思います。はい、働く大人の第99回日本選手権、最後までご視聴くださり本当にありがとうございました。これからも記録向上を目指して、今自分に与えられた環境の中でどれぐらい頑張っていけるかっていうのをね、今後もやっていきながら、まあ、皆さんに、まあ、レクチャー動画配信していけたらと思います。では今回はここまで、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。